はい、皆さんこんにちは。 TI クランのプライスと申します。今回の話題なんですけども、どうやらですね、エボリューションアップデートによるクラッシュの修正アップデート後にさらにクラッシュが倍増しているらしいんですね。で、実際に自分もこの被害に遭いましたということで、今回はですね、このアップデによる不具合によってこのクラッシュが倍増している件を、まあ、こちらで、ね、詳しく解説していこうと思います。でもはやどれだけこの話をすればいいかわからないんですけども、9月15日のエボリューションアップデート後にクラッシュやサーバーラグ、そしてペナルティなど多くの不具合が発生しまして、これが非常に問題となりました。しかし結果、この現象っていうのはプレイヤーが装備するバナーのアニメーションにあることが判明しまして、これによってサーバーがクラッシュしていることが明かされました。これの修正には1週間ほどの時間がかかったんですけども、まあ、先日の23日についにこれを修正するアップデートが入りました。しかし現在ですね、この23日の修正アップデート後、クラッシュが以前とは気にならないレベルで激増しておりまして、これが問題となっています。そのため今回は新たに発生したクラッシュの詳細、そしてどのような現象が起きているのかについてを具体的に解説していこうと思います。それでは今回の動画のタイトルといたしました、不具合修正のアップデート後からクラッシュが非常に増えている件ということで、今回はね、このクラッシュのまあ状況、そしてまあどういった条件で起きているのかっていうのを具体的にね話していこうと思います。よろしくお願いいたします。ではまず一つ目にですね、現在のクラッシュの状況についてをね話していきましょう。で、現在まで APEX の不具合に関する話題っていうのは後を絶たない状況だったんですけども、まあ、それまでに運営はこの不具合に対する様々なアップデートを行ってきました。で、15日のエボリューションアップデートでは、すでに皆様がご存知のように様々な不具合によって通常の APEX がほとんどまともにプレイできないようなことになっておりまして、これによって RP 損失などの様々な被害を受けた人は多いかと思われます。この事態に運営はアップデート後から数時間で追加アップデートを行い対策しようとしたんですけども、このアップデートが一切有効に機能せずにですね、結果として1週間以上この不具合の修正ができないような状況であったわけですね。で、この状況が23日まで続いた上で、運営はこのエボリューションアップデートによって発生した様々な不具合を修正するアップデートを行いまして、で、これによってそれまで発生していたバグはほとんど修正されたかのように見えました。しかし以前の動画でもお伝えしたように、この修正アップデートによってさらにバグが追加されまして、で、その多岐にわたる現象からもはや SNS にて大きく話題となるレベルにまでなりました。しかしその以前の動画では紹介しきれなかった現象の一つとして、サーバークラッシュが強化されて追加されたというものがあるんですね。で、これは PC のみならず PS4 でも発生するものでして、で、カジュアルでの発生率が高く、逆にランクマッチでもこれが発生するというものであるんですね。では実際にこれ発生した映像を、まあ、こちらにね、まあ、自分が体験したやつなんですけども貼っていこうと思います。降りろー、あー落ちてんのか。あ、ほんま落ちてるやん。なんで俺の SSD だけど、うわ、どれかな、いっぱい買ったからな、風車あるかな。一応俺も M.2 のはずなんだけどな。風車あるか、ベスカンできたけど。あ、待って、エイペックス落ちた落ちた落ちた、たたたたたた、噂をすればなんとやら。ウイスキー？アルコール消毒。いや、ウイスキーではやらんよ。ああ、なるほど。オキシドール的なやつや。まあ、時間ないですけどね。おお、落ちた。落ちた。ルサも落ちた。初めて落ちた。あかんやん。一応戻る努力はするけど。真っ暗。真っ暗。ああ、そういうことね。早めに落とすか。ルサまだ色判定になってるからね。もう、今日安定せんな。やっぱなんか落ちるんすよね。フレーム、あ、落ちた。ガチ？え、待って、2人落ちた。は？おいおい、意味が分かんないけど。 APEX また終わったんちゃうか。はい、動画が決定。 APEX がアップデート後もバグだらけでゲームができない件について運営に問い合わせてみたら、まさかの返答が来た件について45万再生。はい、こんな感じでした。このような形で現在 APEX のクラッシュは
以前とは比べ物にならないレベルで増加しておりまして、で運営がこの現状を認知しているかは未だ定かではありません。そのため今回はこのクラッシュによる被害、そしてどのような条件下で発生するのかについても同時に紹介していこうと思います。でこちらに関してなんですけども、もし自分も同様の現象に見舞われたっていう人もしいましたらね、ぜひともコメント欄にお寄せのほどよろしくお願いいたします。では次に2つ目、原因とおぼしきもの、そして被害について、こちらをねまとめていこうと思います。で運営はこれを認知しているかっていうのは定かではないと先ほど説明したんですけども、同時にこのクラッシュはある特徴も持っているんですね。それは以前のようにサーバーに戻ることができず、結果としてペナルティを食らうことが少ない点にあるんですね。で一見するとこの現象は良いと思えるんですけども、しかしクラッシュしてから戻ってくる数分の間に敵に倒されてしまうこともザラでありまして、それによってランクマッチでは味方がいないという現象が発生します。でそれで RP がマイナスになってしまうというものがあるんですね。でこのクラッシュの場合、降格保護がつくことは一切なくてですね、また RP もマイナスを受けてしまうため、以前と同じレベルにタッチが悪いクラッシュであることは間違いありません。またこのクラッシュが発生する条件とおぼしくものの一つに、フルパを組まずにマッチすることが挙げられるんですね。でこの現象は確定したものではないんですけども、ノラを交えてマッチングした場合に APEX がクラッシュする確率っていうのはかなり高くてですね、逆にフルパでマッチングした際には落ちることが極端に少なくなります。そのためこのノラを含めたマッチングシステムのいずれかに問題がありまして、でそれによってこのクラッシュが引き起こされている可能性があるんですね。しかしこれに関しては未だ証拠が少ないために、まあ、視聴者の中にこの現象について心当たりがある人はぜひともねこちらのコメントにお寄せいただきたいです。このように、まあ、現在まで様々な状況下でクラッシュが発生しているんですけども、まあ、一つ言えることは、このクラッシュによって多少なりとも被害を被っている人がいるということであるんですね。で以前はペナルティで大勢がこの不具合による被害を受けたんですけども、まあ、今回も間接的ではあるんですけども同様の被害となりつつあります。そのためこのバグが長期間継続し APEX から人口が離れないためにも、運営には忙しい中ではあると思うんですけども、まあ、このクラッシュの修正をしてほしいところではあります。っていうかこのクラッシュ、本当に自分も1回の生放送であんだけクラッシュを目撃したんですよ。でプラスで、まあ、このクラッシュの頻度、そしてこのアップデート後、まあ、この運営が認知しているかわからないという状況ですので、まあね、もしこれを運営の方々が認知していましたらね、本当にお修正の方よろしくお願いいたしますって感じでした。はい、まあ、こちらに関してもですね、もしこのクラッシュに対する何か意見ございましたら、ぜひともコメント欄にお寄せのほどよろしくお願いいたします。では最後3つ目、まとめです。でこのクラッシュに関する動画っていうのは様々上げてきたんですけども、まあ、以前からですね、本当に15日から結構やばい状況っていうのが本当に10日間以上続いているんですね。で現在、2週間目に入りました。でその2週間目に入っても、まあ、結果としてこのクラッシュっていうのは未だ健在なわけですよ。でこのゲームのアップデートによるさらなる不具合って、まあ、どうしても回避しづらいことなんですけども、しかし前回よりもこのクラッシュの頻度が増えてしまうっていうのは、まあ、正直ですね、僕も APEX をやっていて辛いなって思う部分は結構あります。でプラスで、まあ、ランクマッチじゃなかったから今回良かったんですけども、しかしこれがランクマッチだった場合、先ほども言ったように味方が1人いないような状況なんですね。でその場合に、まあ、当然3人のフルパがいた際はそのパーティーよりは不利になります。でこうなってしまった時に当然降格保護はあるべきなんですけども、しかしこのクラッシュの場合、降格保護は絶対にないんですよ。でこれが戻れる、クラッシュであるからなんですね。でまあ結構戻れないっていう人もいるんですけども、しかしこのクラッシュって戻れる場合の方が結構大半なんですね。だからそういった点においてはこの、まあ、クラッシュに関しては、まあ、結構戻れるっていう点、そして降格保護がないっていう意味では、まあ、結構、まあ、辛いのかなっていうふうには思います。しかし、まあ、このクラッシュに関してはね、本当にもう2週間以上僕らはねこのクラッシュを本当に目の当たりにして、そして体験しているわけですので、だからね、まあ、そろそろこのクラッシュ、まあ、シーズン、まあ、そのスプリット2に入ってからでもいいので、もう本当にねこちらのクラッシュに関して修正してほしいところではあります。はい、といった感じで今回の動画以上となります。もしこちらの動画参考になったって方いましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは今回の動画 TI クランのプライズがお送りしました。また次回の動画でお会いしましょう。今回もご視聴ありがとうございました。